はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけれども、工作物責任民法717条について解説いたします。で、まず条文なんですけども、土地の工作物の設置・保存の瑕疵により他人に損害が生じた時って書いてあります。これどんな時かというと、まず土地の工作物があるよっていうのがまず前提ですね。土地の工作物っていうのは、例えば塀だったりとか、あと木とか竹とか庭とかに木とか竹とか植えてる家ありますよね。まあ、そういったものの設置だったり保存、これに欠陥があって、でそれによって他人に損害が生じた、例えばこの塀が崩れてしまったとか、植えていた桜の木が、倒れてしまったとかで、結果的に他人に損害が生じた、例えば通行人に当たってしまって怪我をしたとか、まあそういった時ですね。そういった時、占有者は被害者に対して損害賠償責任を負いますとなっています。つまりこの塀だったり竹木、竹だったりとか樹木とかですよね、まあそういったものを占有している人は被害者に対して損害賠償責任を負いますよ。この占有者っていうのは、まあ、実際に占有している人なので、もしかしたら所有者かもしれません。また賃借人かもしれません。どちらかわからないんですけれども、とりあえず占有している人がまず責任を負わなければいけない。これ原則です。ただし例外があって、この占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたとき、この場合、所有者が損害賠償をしなければなりません。つまり占有者が損害が発生しないように注意をしていた。例えば、塀についていったら、まあ、塀にひびが入っていないか、月1回確認していたとか、あと、樹木、竹木であった場合ですね、木とか植えてる木、腐食していないか、毎月確認していたとか、まあ、そのように注意をしていた場合は、占有者は損害賠償責任免れます。免責ですね。責任は逃れます。じゃあ、誰が責任を負うかっていうと、所有者が責任を負いますよ、っていう話です。で、この所有者っていうのは必要な注意をしていたとしても最終的にはこれ損害賠償責任を負うんですよ。つまり占有者は注意をしていたら免責になるけれども、所有者は注意をしていたとしても免責にはならないんですね。まあ、もちろん占有者が注意をしていないのであれば占有者が責任を負うわけなんだけども、もし占有者が注意をしていたら、この場合は所有者は無過失、注意をしていたとしても責任を最終的に負わなければいけないというふうな内容となっております。で、もちろん占有者と所有者が一緒だった場合、つまり所有者が占有をしていた、所有者がこの塀とかを占有していたと、そういった場合はもちろん所有者が責任を負わなければいけない、つまり被害者に対して損害賠償しなければいけないと、まあ、いうことですね。なので今言った内容を図にするとこういった流れです。まず一番最初に占有者を考えます。占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていなかった場合、この場合は占有者が損害賠償責任を負います。一方で必要な注意をしていたというのであれば、この場合は所有者が損害賠償責任を負いますよっていう話です。で、続いて損害の原因について他に責任を負うものがあるとき、損害賠償したものはそのものに吸収できるって書いてあります。まず今お話しした内容、占有者か所有者、まあ、どちらかが賠償責任を負うわけだから、どちらかが被害者に対して賠償するわけですよね。塀が壊れた、被害受けたといった場合、占有者もしくは所有者が損害賠償します。でもこの損害の原因っていうのが他に責任を負うものがある。例えばこの塀を設置した工事業者、工事業者の工事ミスが原因で壊れちゃって損害が発生したといった場合、これは工事業者が悪いわけだから、まず占有者または所有者が賠償するんだけども、賠償した分工事業者に対して求償できるよ。
根本的な原因は工事業者あなたにあるんですよ。だからあなたが最終的に責任を負ってくださいということで、賠償したもの、いわゆる占有者もしくは所有者は、この工事業者に対して求償できる、まあ、請求できるということですね。これが工作物責任の内容です。まあ、今回の内容は非常に重要です。試験でもよく問われる部分なんで、しっかり頭に入れていただければと思います。そして最後に、弊社レトスは現在短期集中実用カップ講座を開講しております。これまで勉強してきたけども実力がつかない、どうやって勉強したらいいのかがわからない、試験日までの計画が立てられない、わからない部分について質問がしたい、忙しくて時間がないけど今年絶対合格したい、もしそう思っているのであれば、短期集中実用カップ講座であれば、今お話した5つの課題全て解決することができます。無理なく、無駄なく、効率的に勉強していくのが短期集中実用カップ講座です。一緒に勉強して合格を目指しましょう。あなたの受講お待ちしております。短期集中実用カップ講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますんで、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。